忘れもしない。あれは梅雨の最中の6月のことだった。外の雨粒はうるさくて、俺は無性にイライラしていた。時刻は午前0時を超えていた。こんな時間に来客の予定などない。誰だよ。誰だこんな時間に。部屋間違えてんのか。それか妙な胸騒ぎがした。出るしかないよな。下打ちをしてスマホを畳んである布団の上へ投げた。誰がチャイムを鳴らしたのか確認するため玄関ドアへ向かった。おいおいおい、マジかよ。俺が立ち上がり確認する間にもチャイムは鳴り続けていた。イラつきながらも恐る恐る覗き穴を見た。俺はスマホを取り警察に通報しようとしたが手を止めた。ああもう、くそ。スマホを再び布団へ投げる。そうしている間にも謎の男はチャイムを鳴らし続けていた。さらにドアを軽くノックし始めた。部屋の中に嫌な音が響く。何なんだよ一体。酔っ払いが部屋でも間違えたか。いや、まさかそんなわけないよな。それほど大きな音ではないが、これ以上続くと近所迷惑にもなるかもしれない。俺はしぶしぶ玄関ドアを開いた。はい、こんばんは。部屋に入れてくれよ。あの、部屋間違えてますよ。間違ってなんかないよ。102号室の後藤君だろ。そうですけど、僕はあなたのことは知らないです。どこかで会いました？いや、実は俺も後藤君のことは名前しか知らないよ。でもこの部屋のことは知ってる。はぁ、ど意味っすかそれ。そのまんまの意味だよ。早く入れてくれよ。雨で濡れちゃったから上着を脱ぎたいんだよ。あの、当たり前の話なんですけど、知らない人を部屋にはあげられないんで帰ってください。入れろ。俺の名前は津田川。この102号室の前の住人だ。ちょっと何するんですか。入ってこないでくださいよ。力ずくで押し返そうとするが、すでに津田川の体は半分ほどが部屋の中へ入ってきてしまっていた。出て行けよ。なんだよもう。まだギリギリ頭は入っていない。開かれたドアの向こうに見える津田川の顔はなぜか微笑んでいた。しかし目は笑っていない。鈍くもギラついた視線が俺を見ている。汗か雨かわからないが、深く入った顔のシワは濡れていた。後藤君、中へ入れてくれよ。無理やりにドアを開こうと力んでいる。俺は抵抗しようとしたが、津田川の足も腕ももうこちら側へ入り込んでしまい、ドアを閉じることができない。頼むよ。俺は前にこの部屋に住んでたの。だから何なんですか。俺は名乗っただろ。怪しいものじゃないんだってば。後藤君、なあ頼むよ。津田川はつながりそうな太い眉毛を八の字にして笑い、俺の不快感を煽った。いい加減にしないと警察を呼びますよ。静かにしろよ。あんまり大きな声を出すな、後藤君。近所迷惑だろ。近所迷惑なのはあんただ。それに警察は呼びたきゃ呼べ。俺は別に構わないんだぜ。どうだ？ほら、ここで待っているから呼んでみろよ。ほら。俺は迷った末、
警察に電話をするのをやめた。ちっ、何なんだよ本当に。変なことしたらぶん殴りますよ。津田川の言葉に負けたわけじゃないが、俺はドアの前で押し問答するのをやめ、津田川を部屋の中へ入れてしまった。狭い叩きに雨が濡れた全く知らない男が立っているのが不気味だった。津田川は深く息を吸い込み、キョロキョロと部屋の中を見ていた。おお、一年ぶりだけど随分懐かしい感じがするな。津田川は薄汚いスニーカーを脱ぐと、俺に断りもなく部屋へ上がり込んだ。狭い部屋を見回し、犬のように鼻先をスンスンと動かした。津田川は大きなリュックを背負っていた。中には相当荷物が入っているようで、かなり膨らんでいた。津田川は乱暴に荷物を下ろすと、濡れた髪の毛をかいて雨水をまいた。ああ、少し冷えちまった。ちょっとトイレ借りるぞ。あ、ちょっと待って、そこは。津田川はベルトを外しズボンを下ろしながらトイレへと向かった。バスルームのドアの手前にあるトイレのドアを津田川が開いた。さすが前の住人だった。津田川はトイレの照明のスイッチを確認することもなくつけた。そしてトイレのドアを開けっぱなしにして放尿した。耳障りで不愉快な音が部屋中に響く。俺は座って小便をするスタイルなので、その行動に無性に腹が立った。津田川が怪しい動きをすれば、そのまま押さえつけるつもりだった。俺は高校の時にボクシングで鍛えていた。しょぼい中年の男に負けるわけがない。汗のにじむ拳に自然と力が入る。トイレから出てきた津田川は、俺の了解を得ることもなく、冷蔵庫を開け、自分が買ってきたビールや酒をリュックから取り出し、無造作に中へ入れた。立ち上がって狭い六畳間を見る。へえ、やっぱり布団の位置はそこになるよな。俺が住んでいた時もそうだった。この部屋は狭いから家具の位置なんかも決まってくるよな。なぜか津田川は嬉しそうにうなずいている。津田川さん、一体俺に何の用なんですか？用がないなら今すぐ帰ってください。用？またまたとぼけやがって。後藤君はなかなか肝が据わっているね。本当はわかっているんだろな。いや、意味がわからないです。まあいいよ。津田川は不意に無表情になり、興味をなくしたように俺に背を向けた。わかったわかった。急に知らない奴が現れてもいろいろ話せるもんじゃないよな。そりゃそうだ。それなら一緒に酒でも飲もうぜ。こんな蒸し暑い夜は飲まなきゃやってられないだろう。津田川はさっきしまったばかりの缶ビールを冷蔵庫から出した。確か一年前もこんな蒸し暑くて嫌な雨の降る夜だったな。まるで昨日のことのように覚えているよ。津田川は過去を懐かしむような表情のまま俺に缶ビールを差し出してきた。特に細工らしいことをされている様子はなかった。ん？何を気にしている？大丈夫だ、変なものは入っていないって。ほら飲もう飲もう。俺は津田川に勧められるまま缶ビールを開け口に含んだ。冷えたビールが食道を通る感じが気持ちを落ち着かせた。後藤君、この部屋にはいつ越してきた？半年くらい前ですけど。俺がこの部屋に越してきたのは新年が始まってすぐの頃だった。好条件の転職で決まった新たな仕事、職場の近くに引っ越そうと考えた。探して見つかったのが予算の範囲内で一番高立地だったこのアパートだった。なあ後藤君、仕事調子いいだろう？はい、まあ調子はいいですけど、なんでそんなことを聞くんですか？津田川さんってもしかして俺のストーカーですか？俺がそう言うと、津田川は唾を飛ばしながら笑った。何を言ってるんだ。俺は女が好きなの。わざわざ男のケツを追っかけるほど暇じゃない。
まあ後藤君の仕事の調子がいいのはわかるよ。だって俺もこの部屋にいた時は絶好調だったもんな。津田川は過去を思い出して満足そうな顔で部屋を見渡した。そんなに調子が良かったんですか？ああ、生まれて初めてちゃんとした彼女もできたし、収入も増えた。あの頃は本当に楽しかったな。だけどな、この部屋から出たら彼女にも振られて仕事も失ったよ。それってたまたまじゃないですか？確かにそう思うかもしれないけど違うんだな。俺はこの部屋に思い出がいっぱいなんだよ。だからといってもう違う人間が住んでいる部屋へ上がり込む理由にはならないですよ。津田川は何を考えているかわからない。あのさ、後藤君、腹減ってない？どうせ今日は家から一歩も出てないんだろ。津田川は俺の返事も待たずに立ち上がった。さっき覗いたら冷蔵庫に何も入っていなかったな。よし、一人暮らし歴が長いこの津田川さんが飯を作ってやろう。俺はあんたが作った飯なんて食わないですよ。何か変なものを入れられるかもしれない。ああ、変なものなんて入れるわけないじゃん。信じられませんね。まあそんなこと言うなよ。俺が食った後に食えばそれでいいだろう。食わなきゃ体が持たないぞ。今夜はとてつもなく長い夜になるんだから。長い夜って帰る気はないんですか？予想はしていたが、津田川はまだ帰る気がないようだ。背中にじっとりとかいた汗が気持ち悪く感じた。津田川はリュックから様々な食材を取り出すと、小さなキッチンスペースに置いた。そしてリュックからさらに黒いタオルに包まれたものを出してきた。タオルを取ると、それが四角くて大きな刃を持つ中華包丁だと分かった。中華包丁の刃は蛍光灯の明かりを反射させ、不気味に輝いている。俺さ、今中華の料理人やってるんだよね。この年齢で始めたから、まだまだ大変だけど、生活費を稼ぐためにはやるしかないからね。俺は生唾を飲み込んだ。自分の考えが甘いことを実感した。津田川が何かしらの狂気を持っているなんて、少し想像力を働かせれば予測できたはずだ。何がボクシングだ。そんなもの中華包丁の前で何ができる。もしもあんなものを振り回されたら、手首から先なんてすぐに骨ごと切断されてしまうだろう。後藤君知ってる？中華包丁って便利なんだよ。津田川は黄ばんだ歯を見せながら歪んだ笑みを披露した。中華包丁は和包丁とは全然違う。この重量で切る、裂く、叩き潰す、そして材料の刃を上に乗せて運ぶことができるんだ。そう言って津田川はパックから取り出した豚バラ肉を叩くように切っていった。なあ、すっごく便利だろ。ホイコーロー、ホイコーロー、甘辛味噌でホイコーロー。津田川は機嫌よく歌い始めた。ほらほら、美味しくなるぞ。津田川が作ったホイコーローはすぐに出来上がった。中華の料理人というのはどうやら本当らしい。さあ食おうぜ。津田川は皿や箸を勝手に使って盛り付け、テーブルへ並べた。ほら、冷めないうちに食べようぜ。変なものなんて入れてないからよ。俺は恐る恐る箸を伸ばした。うまい。ホイコーローの味は家で作ったとは思えないほどうまかった。後藤君、君は今彼女はいるの？いませんね。仕事が忙しいですし、付き合ってほしいって言ってくれる女の子はいましたけど断りました。タイプじゃなかったってのもあるんですけど。そうか、贅沢な選択だが、それは賢明な判断だったな。俺がここへ住んでいた時は楽しかったぞ。だけど彼女がいるとすっごい苦労するぞ。ああ、あれは本当に辛かった。1年前、俺は本当に悩んだんだから。でもよ、俺の場合はどうにか他で済ましたからよかったけど、後藤君の場合は危なかったかもな。本当に彼女がいなくてよかったと思うよ。
何の話ですか？まだ俺に心を開いていないな。そりゃそうだ。開くわけないじゃないですか。俺の言葉の後に津田川は缶ビールに手を伸ばした。なあ後藤君、何か困ってることはないか。部屋にあげてくれたお礼をしてやろうじゃないか。困ってることは別にないです。強いて言えば津田川さんが部屋に居座ってるくらいです。確かに。いやこれはもう一本取られたな。ちょっと どうしたんですか。津田川さん、佐藤君、強いよな。本当に強いよな。さっきから堂々として。俺がここにいた時はさ、ずっとずっと震えて布団の中にくるまってたんだよ。どうしていいか分かんなくて泣いてたんだよ。津田川さんどうしたんですか？俺だって本当はあんなことしたくなかったんだよ。しょうがないだろ、知らなかったんだからさ。後藤君だってそれ同じだろなあ。津田川は奇声を発したまま、部屋の奥に置かれた小さなデスクまで這うように移動した。津田川はデスクの上に置かれたペンの中から赤ペンを手に取った。そして卓上カレンダーの日付にぐるぐると何度も丸をつけた。この日がいけないんだ、この日が、この6月19日がいけないんだ。それは今日の日付だった。いや、正確には0時を回っているので昨日の日付と言った方がいいだろう。6月19日がいけないんだ。津田川さん、さっきからどうしたんですか？俺は津田川の両肩を後ろから押さえた。津田川の体は到底芝居とは思えないほど小刻みに震えていた。なあ後藤君、君はこの部屋に住み始めてから何か感じなかったか？え、何かって？俺は感じたぞ。6月に入ったらそれは確信に変わったんだ。なあ後藤君、君もそうだろ？そうだっただろ？津田川の目は涙のせいではなく恐怖のせいで血走っていた。俺はその絶望的な表情になぜか自分自身を見たような気がしたんだ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。毎週月水土曜日20時配信。ピープTV。